どうも、札幌を中心に活動しているシンガーのともみです。皆様いかがお過ごしでしょうか。緊急事態宣言が解除されましたが、とはいえまだまだ気の抜けない日々が続くのかなと思っております。これからはですね、より一層こう一人一人の意識が大事になってくるのかなと思っているので、私も気をつけて過ごしていこうと思っている毎日でございます。この動画なんですけれども、トモミュージックと言います。私シンガートモミがこのように喋ったり、あとは、ピアノ弾き語りで音楽をお届けしたり、といったね、ゆるりと楽しんでいただきたいなと思っている、動画でございます。前回の、配信が初めての、動画配信だったんですけれども、反応がですねすごくドキドキだったんですが、たくさんの方に見ていただきまして、登録者数も伸びまして、とってもとっても嬉しく思っております。本当にありがとうございます。2回目でございます。前回の動画でもちょっと触れたんですけれども、前回はですね、私の自己紹介、音楽を始めたきっかけなどを中心にお話しさせていただいたんですが、私は音楽の専門学校に通っていまして、で当時同時期ぐらいにボイストレーニングのスクールにも通っていました。そこで自分の CD を作るきっかけをいただきまして、そこから本格的に音楽活動を始めて、今年で13年目になるんですけれども、これまでに10枚自分の CD を発売させていただきました。なので今回はちょっとその私の CD を、紹介させていただけたらなと思っております。なので今回も興味のある方はぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。ということで、こちらがこれまでに発売したともみの CD でございます。この他にもコンピレーションアルバムに参加させていただいたものなどもあるんですが、ともみとしての、CD はですね、この10種類と、なっております。ちょっと発売順に並べてみました。まず左上ですね、一番、これが最初に出した CD です。マインドスケープという、ミニアルバムなんですけれども、こちらなぜかジャケットがありません。どこ探してもありませんでした。なのでちょっと版だけで紹介してますけれども、お持ちいただいてる方はわかるかと思うんですけれども、ここから始まりました。もうどこに行っちゃったんだろう本当に。そして、2枚目、パレットというミニアルバムですね。そして、キャンバスというミニアルバム、そして2段目に行きます。アライブという、こちらはシングル、で優しい花、こちらもシングル、でともみシーズンズ、こちらもシングルですね。で3段目に行って扉キープオンという、シングル、そして、ここからちょっと最近になってきますけれども、初めて、ベスト版を発売しました。ともみザベストセレクションということで、この CD に入ってるのはですね、2011年からの、作品を私がセレクトして入れたという形になっていて、そうですね、キャンバス、アライブあたりからの、曲たちが、12曲入っております。そして、同じく2018年に発売したともみ初のフルアルバム、ニューデイですね。そして一番最近の、シングル、友達でもあり音楽仲間でもある高井真奈由ちゃんと、のコラボシングルですね、とはノートとなっております。こう見るとですね、それぞれにこう思い出が蘇って、全部大切な、曲たち、なんですけれども、今日はですね、この中から、一つだけ、紹介していきたいなと思っております。そしてね、これ現在ね、これ販売してるのはですね、アライブ、ザ・ベストセレクション、ニューデイ、とはの音の、4種類となっております。
まあちょっと他のものはですね、ありがたいことに完売を、しまして、ただ、まあね、キャンバス、アライブ、優しい花、ともみシーズンズ、扉キープオン、の、ね、CD の中からは、ちょっとセレクトしてベストセレクションの方に入れているという形ですね、っていう感じで、じゃあね、今日はね、どれをセレクトしようかなっていう感じなんですけれども、まあやっぱり、ちょっと一番新しい私の、フルアルバムを紹介しようかなと思います。これニューデイ、これを紹介していきたいと思います。ということで選ばれた一枚、じゃん、ニューデイ。この CD はですね、2018年に発売になったんですけれども、私にとって初めてのフルアルバムとなっております。12曲入りです。前回の動画も今回の動画もそうなんですけれども、オープニングで流れたサニーデイという曲もこのニューデイの中に、ね、入ってあります。とっても元気な曲なので、オープニングにいいかなと思って、使っておりますが、この CD はですね、特に思い出の強い作品になっております。もちろんこれまでに、発売した CD もそれぞれにたくさんの思い出があるんですけれども、まあ、この CD を作った時期はですね、まあ、私にとって、まあ、ちょっと大きな決断だったりとか、まあ、タイトルにある通りですね、こう新しい、日々をスタートさせようという気持ち、で作った、作品なので、特に思い出が強いものになっております。まあ、今年に入ってからこのニューデイに入っている曲を毎月1曲セルフライナーノーツ、という形でですね、自分で自分の曲を解説するっていうのを、書いております。私も SNS から見ていただけるんですけれども、概要欄の方に私の各 SNS に飛ぶようになってありますので、ぜひそちらもチェックしていただけたら、嬉しいです。この動画ではそのセルフライナーノーツでは、触れていない、まあ、エピソードだったり思いなんかを話していけたらなと、思っています。詳しいですね、その内容はまた、次の動画でお話ししたいと思います。そしてこの CD がですね、ネットショップでお買いいただけます。札幌にある、4丁目プラザの中にある音楽どころというですね、 CD ショップ、私もすごく長くお世話になっている、お店なんですけれども、そちらのネットショップがありますので、概要欄の方にこちらも URL 貼っておりますので、興味持っていただけた方いましたら、ぜひ、そちらの方も覗いていただけたら嬉しいです。それではですね、今回は、ちょっと CD 紹介という形だったんですけれども、このね、次回はね、ニューデイを掘り下げて、いけたらなと思っております。この動画がいいなと思っていただいた方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。目指せ1000人で、やっていきたいと思いますので、またね、次の動画もお楽しみにしていただけたら嬉しいです。それでは、今回は最後にですね、このニューデイの中から1曲弾き語りで、お届けしたいと思います。それでは皆様、元気で過ごしてください。また次の動画でお会いしましょう。ともみでした。またねI'm not afraid to die.
キー